神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします7日午後3時40分ごろ三浦市の宮川湾沖でプレジャーボートが炎上し付近を航行していた船が118番通報しました船に乗っていた7人全員は近くを航行中のプレジャーボートに救助されけがはなかったということです 横須賀海上保安部で出火原因を調べています新型コロナウイルス感染症をめぐり神奈川県内で7日新たに7人の死亡と1万2554人の感染が確認されましたこのうち横浜市は60代から90代までの男女3人の死亡を発表していますサッカーの J1 は7日 川崎フロンターレと横浜 F マリノスとの神奈川ダービーが行われました。フロンターレは終了間際にジェジエウが頭で決め、2対1で首位のマリノスに競り勝ちました。劇的な勝利で優勝戦線に踏みとどまった形です。